車製造メーカーのマツダ。前身の会社は大正9年1920年に創業した東洋コルク工業。機械類製造を開始した昭和2年1927年に東洋工業と改称。同社の最初の自動車 DA 型三輪トラックをマツダ号 DA 型と命名し、ブランドと社名統一のため社名をマツダにしたのよ。これは意外にも最近の昭和59年1984年のことなのよ。創業者の松田重次郎の名前を取って松田になったと思うでしょ。実は松田にはもう一つの意味があるの。英語表記が松田なことにも関係があるのよ。実は松田とはゾロアスター教の最高神、光り輝く英知の神アフラマズダーが由来なのよ。新しく生まれた松田号を小型乗用車界の光明たらしめようとの願いが込められているんですって。松田よりマズダの方が表記がかっこいいとは思っていたけど、そんな荘厳な意味があったのね。